はい、どうも、こんにちは、沖縄おばばでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうかはい。えー、なんかねー、っていう記事ばっかりなんですけど、はい。えー、ちょっとね、地震のことはちょっと置いといてください。はい。あ朝ちょっと言ったんで、まあ、続けて地震のこともあれだなと思ったんで、ちょっと別の話にします。えー、昨日もね、言ったように、日本、お父ちゃんがものすごい、 数発生してます。結構ありとあらゆる分野にお父ちゃんが来ております。特に中小さんですよね。えー、とんでもないことになってます。食品関係から運輸業。えー、まあ、そしてね、建設業な,などね。まあ、いろんな分野でこのお父ちゃんが発生してるわけなんですよ。はい。しかしですね、大企業。 大企業だからね。お父ちゃんうちしないから大丈夫って言ってる方。まあ、これないですから。はい。お父ちゃんじゃなくて別の問題が出てきます。大企業。はい。えー、これもね、記事になってます。はい。えー、大規模なレイオフです。はい。大規模なリストラさんです。はい。大規模なリストラさんを大企業が始めました。 はい、東芝ですね、東芝。東芝が5000人リストラです。東芝5000人リストラです。これ、ほぼほぼリストラするのは、まあ、契約社員とかそういう人じゃないですからね。えー、まあ,あ、いわゆる事務作業をやっている、正社員です。はい。リストラします。 5000人でございます。1割だそうです。はい。10人に1人は、この企業のね、10人に1人、あの、まあね、事務系で働いているね、えー、事務系だけじゃないか、はい。まあ、この会社の正社員の10人に1人が、はい、えー、もういりません、あなたっていうふうに会社から言われてしまいますよ、ということです。これ、今ね、まあ、 皆さん分かってると思うんですけど、物を買わなくなってるんですよ。みんな不景気で。もちろん、電化製品、家電類もね、えー、高いですよね。なんで、まあ、気軽に買い替えとかできなくなってるんですよ。まあ、これ当たり前でのクラッカーなんですけど、えー、もうちょっとね、もうちょっと使ってね、古くなってからでいいよっていうことになっちゃうんですよね。どうしても。はい。 まあそういうことになってくるとやっぱりね、えー、ダメになってくるんですよね。こういった、あのー、いわゆる手堅いと言われているね、えー、家電メーカーですね。えー、家電メーカー。まあ東芝さんなんかは家電メーカー以外にももう一つの顔があります。これ知ってる人は知ってるんですけど、東芝さん原発作ってます。はい。 原発作ってるんですよ、東芝さん。はい。えー、知ってる人は知っている事実でございます。原発メーカーでございます。はい。えー、まあ、そういうことでね。えー、まあ、いろんな意味で、まあ、原発もね、今、ほら、あのー、揺れが多いじゃないですか。はい。えー、あんまりね、動かしちゃうと、まあ、大きな揺れが来た時大変なことになるんでね、えー。津波、なんか大きな波とかが来ちゃった場合はね。はい。 えなんで、えー、まあ、気軽には動かせないような状況になってるわけですよ。はい。えー、まあ、そんな中でね、まあ、規制委員会も、えー、釜はね、えー、40年以上使ってもいいよ、みたいなね、おバカなことを言ってしまったので、えー、まあ、劣化するんですけど、釜はね、はい、えー、いわゆる、ね、お湯を沸かす釜ですね。 はい。えー、電力をね、えー、生み出すのに、お湯を沸かして、えー、電力を生み出してるんですけど、そのお湯を沸かす窯ですね。はい。えー、いわゆる燃料棒とかが入ってるね。その釜本当は40年とか使ってたら取り替えないといけないんですけど、えー、いいよ取り替えなくて、っていうことを言ってしまったんで、えー、ますますね、えー、まあ、 あ家電プラスその弦のパッツンさんを使って作ってるね。この東芝さんですね。窮地に追い込まれているっていうことなんじゃないんでしょうか。まあ、ここら辺は私の予想です。はい。まあ、家電はね、本当にこれは来て,来てると思います。皆さん本当壊れるまで使いますからね。 はい、えー。そんな余裕なくなってます。あの、いろんなものが値上がりしすぎて。家電をね、気軽に買い替えるっていうことができなくなっちゃってるんですよ。いくら補助金があってもね。はい。まあ、そういうことですね。なんで、えー、5000人リストラでございますよ。はい。だから大企業だからね、えー、私たちね、えー、このね、すっごい不景気の波はね、受けないっていうのは間違っております。 はいえ。10人に1人が、はい、えー、会社とさよ,さよならしなければいけなくなってしまった大企業があるということでございます。来てますよ、これ。なんでね、大企業だからって言って安心はできません。はい。これ切るの全部正社員ですからね。 まあわかりますよね。正社員はね、だってあの、いろいろ福利厚生やらないやらね、お金がかかるんですよ。はい。で、残業代もね、最近はいろいろとね、えー、法律がうるさくなってるんで、サービス残業もね、そんなにできなくなってるんですね。なんでね、えー、まあね、これ雇ってるだけ無駄かなっていうことになって、えー、まあ、こういうふうに切られていくということが、 言えるということです。まあ、すべてはね、この不景気が悪いんですけどね。はい。そういうことでございます。根源的なものは人々がもう値上がりがひどいんでね、えー、買い、買い買えられなくなってしまったということですね。まあ、大企業といえども、はい、大企業といえども、大幅なレイオフを されてしまいますよっていうことなんですね。はい。だから、あまあ、あぐらをかいてね、大丈夫だって言ってるっていうことは、あまあ、この日本にね、えー、住んでる限りはないと思います。はい、えー。こういう事態になってきております。はい。皆さんね、あのー、本当あのー、気をつけないといけません。我々。 えー、なんで、まあ、準備ですね。何かあっても大丈夫なように、もしね、失業しちゃってね、レイオフされて、失業してしまっても失業保険すぐ出ますけど、レイオフの場合はね。はい。えー、リストの場合は失業保険すぐ出ますけど、えー、勤めていた時の、6割です。約。はい。約6割です。なんで、えー、ツキツになりますね。生活が。 キツキツになってしまいます。なんでね、えー、この辺ですね、6割っていうこの辺ですね、えー、よく考えた方がいいです。なんで、まあ、備蓄は必要ですね。はい。大変ですよ、あの、給付料、6割で生活していくっていうの。はい。私はとんでもないと思っております。なんで、えー、この辺もね、あのー、もう大企業にもね、 影響が出ているということを、まあ、中小だけではなくてね、えー、まあ、認識されるとね、えー、いいんじゃないんでしょうかね。はい。えす、ー、べての人が、あ準備するというね、えー、そういう、動機づけにはなると思います。はい。えー、そういうことですね。そして、えー、もう一つニュースなんですけど、えー、ディスカウントストアですね。ものすごい安いね、関西のディスカウントストア。 なんか去年大量閉店したみたいですね。で、まあ、ここに卸の事情とかもいろいろと書いてあります。はい。えー、まあ、卸で、あのー、個々に売ってるところとかあるんですけど、そういうところがね、えー、まあ、いろんな事情を書いております。もう大変なことになってますね。はい。激安って言っても、もう店舗を縮小せざるを得ないと。えー、まあ,あ、なんていうのそういうふうに。 何店舗もね、閉店して継続していかないといけなくなってきたと。はい。だから今んとこね、うちの周りは、あの、その激安スーパーがあるから大丈夫、安いからーって言ってると、なくなっちゃいますよってことです。はい。えー、値段も、おまあ、卸売り価格でね、売っていたところが上げざるを得なくなったと言ってます。はい。 値段、値段上げざるを得ないんですよ。で、えー、分け訳あり品で、えー、よくね、えー、ドンキとか、まあ、売ってますよね、訳あり品。あれ、訳あり品っていうのは、賞味期限が、もう、あの、製造日から賞味期限がね、えー、の間が3分の1以下になってしまった場合、訳、訳あり品としてね、こういったディスカウントストアに流すようなんですよ。はい、えおろしがね、問屋さんが。はい。えー、それも、 もう上げざるを得なくなってきたと。もともとが高い値段でね。はい。えー、流れてるんで。まあ、大変なことになってきました。はい。えー、まだね。こういった状況の中でも、まだまだ日本人は、あのー、大半が、はい。9割方が、 あのまあここで話聞いてる人は違うと思うんですけど9割方がねそんな備蓄なんかしなくていいよなんとかなるよちょっと多少上がるぐらいでしょうって言ってる方ばっかりなんですよね9割方なんで本当にね今後本当にどん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 これがエスカレートしていくんですよねはいエスカレートしていきますで大企業であっても どん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 人員削減で、えー、失業してしまうんですよ。ねそういう時に、一方でね、一方で、まあ,あ、いわゆる人手不足っていうのが起きているんでね、まあ、あ人員削減されたとしても、まい、あ、たを言わなければね、次の職場っていうのはあるとは思います。 えーまあ、ここら辺がちょっと救いって言えば救いなんですけどね。ただし、まあ値上がりですね。値上がりとこの大企業に勤めてるから大丈夫だーってね。えー、この感覚はもう捨てないとダメということです。はい。えー、東芝あ、正社員の10人に1人リストラいたします。5000人です。すごい数字ですよね。 でもって、もうディスカウントストアや、あまあ、卸売りのね、えー、そういったところでも値段を上げざるを得なくなってきていると。えー、価格は以前売っていたね、えー、価格の倍ぐらいになってると。まあ、それでも安いんで、皆さん買いに行きますけど、まあね、こういうふうに、もうなってきているということです、日本全体が。 もう目を覚まさないとねで今のうちに買えるものは買ってね、えー、用意しておかないと準備しておかないとまあ大変なことになりますよねってことですよね。はい万が一ね、えー、うちのねパパはまあ大企業勤めてるからあそういうことないって思ってる方あーそう思ってたら、ね、次の日に肩たたきに会ってしまったっていう。 そういう状況がもういくらでも生じてくるんですよ。不景気ですから。はい。えー、特に、まあ何かを作っているね、メーカーさんですね、えー。こういったこと、多分日常茶飯事になってくると思います。まあ今ね、変な話なんですけど、アメちゃんですね。アメちゃんなんかね、銀行でも大量リストラしてますからね。はい。銀行でも大量リストラしてるんですよ、アメちゃん。 まあ、ここら辺は調べれば出てきます。なんで、まあ、どんな業種であっても、ね、メガバンクだから大丈夫って言っても、リストラされるんですよ。はい。まあ、そういう状況になってきてるんですね。なんか夢見てるみたいですね。動いてますね。<laughs> 見てた。はい。まあ、そういうことでございます。皆さん、本当にね、本気で我々、あのー、準備をしていかないといけません。怠ってはいけません。 この準備のあるかないかで、我々が、あなうまく切り抜けられるか、それとも、悲惨な状況になるかがね、決まってきてしまいます。はい。えー、なんで皆さん、あのー、今日も頑張ってね、えー、準備いたしましょう。いろんな面でね、よろしくお願いいたします。 それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでしたー。ね、見てたんかわいいですね。あいててててて。にょー、ね。見てください。このお手って。あらー。起きたのあら。あら、かわいいですねー。キューってしてますね。あー。かわいいですねー。